どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこのちっちゃくて薄い G ラボの薄レレウクレレガズモデルを使いまして、いろいろな曲に挑戦していきましょう。さあ皆さん、音楽を始めましょう。音楽って聴くの最高だけど、やる方がもっと最高。今日取り上げたいテーマソングは、ちょっとこう春めいてきて、つぼみも膨らんできて、まさに今歌いたくなるこの曲いきます。はい、こちら中島美嘉さんの桜色舞う頃。このしっとり穏やかな、こう切ない旋律行きましょう。いつものように2バージョンです。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしているガズレレ流超シンプル簡単バージョンゆっくりやります。後半はかっこいいバージョン、弾き方とか響きのいいコードを織り交ぜてあの世界観を表現していきましょう。2バージョン最後までぜひともご覧になってください。さあ皆さん、音楽始めましょう。音楽って聞くのも最高だけどやる方がもっと最高。今ご覧くださっているガズレレ YouTube チャンネルではですね、今まで音楽やってみたいなと思ったんだけどチャンスがなかったんですという方とか、楽器に挑戦したことあるんだけど難しくて無理やめちゃったという方が、あっという間にウクレレ弾いて歌う弾き語りができる、こんなプログラムがあるんですよ。このプログラム、ガズレレプログラム、分かりやすくて簡単で面白くてどんどん上達できるんで、今もう全世界中で何十万人もウクレレガズレレで始めて回ってます。はい、皆さんもすぐできますよ。このプログラムのリンクをここに貼り付けてます。もうちょっとしたら、ここにジャンプしてもらって上から順番に YouTube 動画見ながらウクレレ触ってるだけで本当にすぐできますからね。 YouTube 動画ですから完全無料。今すぐ音楽始めましょう。じゃあプログラムのリンクをここに貼りますよ。いってらっしゃい。ここからです。スタート。いってらっしゃい。そこには今までガズが取りためてきたもう あらゆるジャンルの世界中のあらゆるジャンルの曲がこのちっちゃいウクレレ1本でめちゃ簡単に弾けるようにしているレッスン動画と課題曲がもうすでにですね1800曲以上もう軽くオーバーしております。皆さんの好きな曲も必ずあると思います。曲名とスペースガズレレで YouTube 内で検索していただくといろいろな曲出てくると思いますよ。ぜひ皆さんこれから音楽を聴くからやるに変えていきましょう。さあそれではやっていきましょう。中島美嘉さんの桜色舞う頃ガズレレ流シンプル簡単バージョンの方からやってみます。
は一人、あなたへの想いを噛みしめたまま、せーの、桜色舞う頃、ガズレレでシンプル簡単バージョンやってみました。これはですね、もうゆったりとこう心を落ち着けて、このつぼみとかをね見ながら、もうそれがすぐ散ってしまうんですよね、桜って。その刹那をこう感じながら歌いたい曲でございます。今から練習しておきましょう。はい、今聴いていただいて分かったと思うんですけど、ガズレレオリジナルショートカットアレンジバージョンでお届けさせていただいております。主に2番のパートをショートカットバージョンにさせていただいてるんですけど、まずはねこの簡単版ガズレレアショートカットアレンジバージョンで練習していただいて、慣れてきたらですね、なんと1番のコード進行と全く一緒ですから、歌詞を2番書き加えてオリジナルの楽譜を書き出して、フルコーラスに挑戦していただくのもいいと思うんですけど、ひとまずねガズレレショートカットバージョンで練習スタートしてください。歌詞とコードが動画内に出てますんで、それで練習スタートしていただきたいんですけど、1個目のゴール設定としては、ガズレレの YouTube 動画と一緒に合唱できた、セッションできたら、もう素晴らしいことだと思います。もしできるようになった方おめでとうございます。そしたらね、どんどん次のステップ行きましょう。次のステップは何かというと、今度はガズレレ YouTube を一切見ずに、皆さんお一人だけで歌って、リズムを生み出して音楽を生み出す、これをやっていただきたいなと思うんですけど、最初から歌詞とコード全部丸暗記するっていうのはなかなか難しいですから、最初は楽譜的なものを見て、だん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 自分の中にこう落とし込んでいって、いずれは覚えちゃって、桜の木の下でこうね、春を感じながら歌うみたいなのがいいと思うんですけど、まずは楽譜練習がいいと思います。でも楽譜ってどこにあるのってことになると思うんですけど、安心してください。今のガズの演奏はですね、はい、このガズさんの書いてる手書きノート、このノートを見ながら今演奏していきました。もうちょっとしたらこんな風に写して、みんなもこんな風に書いてやってみたらいいよってシェアしようと思うんですけど、今すごい便利なサービス、これが始まってます。ガズクラブ。このガズクラブって一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日取り上げた桜色舞う頃を含むガズが今まで手書きで書きまくってきた膨大な数のノート楽譜のストックの中から、皆さん毎月5曲、はあ、この曲やってみたい、この曲憧れの曲という曲をお選びいただいて、すぐにお手元にデジタルデータとしてダウンロードしていただいて、この楽譜もちろん全部 YouTube 動画と連動してますからね、すぐに練習に入っていけるよという画期的なサービスなんです。そしてこのガズクラブはですね、楽譜のダウンロード以外にも毎月2回全世界中の方が参加してくださってくれる、ものすごい盛り上がるオンライン大セッションイベント、毎月2回ですよ、オンラインクラブメンバー限定で開催していたりですね、皆さんの演奏動画アップロードできる場所があったりとか、なんかそのガズクラブだけのいろいろイベントが、限定イベントがあったりとか、とにかくここは一個の村みたいな感じで、音楽をいろんな形で楽しもう、いろんな老若男女集まって音楽をガズレレで楽しもうみたいな、そういうことになってます。これ楽譜のダウンロード以外にも一個のね、こう村作りとして動いてますね。はい、これ概要欄にね詳細貼っておくんでチェックしてください。それとはちょっと別なんですけど、このガズレレ大学っていうのもやってます。このガズレレ大学はもう読んで字のごとく大学ですので、ちょっと難しいリズムのお勉強とか、このフレーズここがちょっと難しいとか、8ビートのこの16ビートのこの指使いだとか、ここのフレーズのこの指とかコードとか、そういうことをね、毎週2回のライブ配信でチャットでやり取りしながらリアルタイムで、講義を行っていくという YouTube メンバーシッププログラムという、YouTube のサービスを使っているコミュニティがあります。これもね、なかなかこれはね、面白いですよ。こっちの方もね、概要欄に入って、貼っておきます。あとはね、他にもいろいろやってるんですけど、毎朝7時半からラジオ放送をやってます。スタンド FM というね、アプリの中でガズラジというラジオ放送をやってます。これめちゃくちゃいい話してますから、ぜひ皆さんこれ無料でね、いつでもどこでも聞けて、アーカイブも残ってますんで、ぜひガズラジもですねチェックお願いします。こっちも概要欄に貼っておきます。それでは楽譜を見ていきましょう。桜色舞う頃、中島美香さんです。はい、イントロもこんな感じで、入ってくるんですけど、この下にくるっと囲ってるコードはかっこいいバージョンではこのコードを使っていきましょう。 F メジャー7というコードでかっこいいバージョン、これちょっと押さえづらいコードなんですけどね。はい、とにかく下に書いてあるコードはかっこいいバージョンだと覚えておいてください。今こうやって写しておくので、ゆっくり一時停止してゆっくり書き出してください。それから今紹介させてもらったガズクラブで、この手書きのノート、まさにこのもののデータをですね、お手元にダウンロードしていただくのもすごく有効だと思います。ガズのノートの特徴はこの上に書いてある点ですね。桜色舞う頃、うん、みたいな。この9分ところは、伸ばすところは V マーク。はい。
この歌詞の上に丸い点があるとか、このここでリズムを取ってるってことですね。これがすごく参考になるのと、まうここの伸ばす棒は歌詞カードには表現されてないところなんで、こんなのがねガズレレならではのね表現として、このノートダウンロードもすごくいいと思いますよ。時間ある方は書いていってください。はい、ここもちょっとコード変わっていますね。これ伸ばすとかこんなのも書いてあります。はい、まずは1番2番とイントロ、はい、一停止、おいで、ここサビですね。でここサビは1って書いてあるんですけど、ここ最後繰り返すところなんで、またここは後で繰り返します。構成としてはですね、1番と2番やって、まあサビいきますね。そしたらサビとこの間奏みたいなところ、これセットでちょっと考えちゃってもらっていいと思います。この3行がね、はい、一時停止で、そしたらここサビのね、もうあの最後のサビというか、ちょっとこう後半に出てくるサビに突入します。本当はここから2番が始まるわけですよ。はい。で、ここショートカットバージョンにさせていただいて、ここも最後のサビに行って、そしてここ見て、もう一回サビ1へ戻るよって書いてあります。なので、もう一回ここで、ここに戻りますね。で、もう一回この3行、この感想みたいにやって、そして今度もうね、エンディングのラストのバースに行きます。はい。要は A メロみたいな感じで戻るんですよ。ちょっと、ね、静かになります。ここは、今のシンプル簡単バージョンはこの部分は伸ばしたんですけど、かっこいいバージョンではここアルペジオという弾き方で、またちょっと落ち着いた感じで終わっていこうかなと。こんな風に思ってます。はい。じゃあ出てくるコード解説です。今日はちょっとコードは多いんですよ。言っていきます。C と Am と F と A7、C7、Dm、D7、G7、Em7。これ今日コードね、9つかな。1、2、3、4、5、6、7、9個ですね。9個も出てくるんですよ、シンプル簡単バージョン。うわ、9個もあるのかと思うかもしれないけど、安心してください。このガズレレ必須コードのグループのメンバーです。このガズレレ必須コードっていうのは一体何かというと、このウクレレで音楽始めたいなと思ってる人に一番最初に覚えてもらいたい入門コード10個のグループになってます。10個も覚えなきゃいけねえのと思うかもしれないんですけど、入門コードなんて1個ずつ見たら超簡単。だけど、ね、いっぺんに覚えようと思うとごちゃごちゃになっちゃうんですよ。だから皆さんの頭にスイスイ覚えられちゃう、すごくいい動画撮ってます。ここにその動画のリンク貼ってくるんで必見です。10個のコード覚えちゃってください。今日そのうちの9つですからね。このガズレレ必須コードを覚えるいいチャンスかと思います。じっくり取り組んでいってください。さあ、ここからかっこいいバージョンの解説に入っていこうと思いますが、その前に、いつも言ってることなんですけど、シンプル簡単バージョンでまず歌。ここしっかり掴み取っていきましょう。この曲ね、A メロの後半のところとか、サビの後半のところで、すごい不思議な歌の響きが出てくるんですよ。ここがですね、聞いてると心地いいんですけど、歌ってみるとわかります。ちょっと音程がね、このすごく難しい、この黒い鍵盤のところの音程が出てくるんでね。ここら辺はやっぱり、原曲のね、しっかり聴いていただいて、イメージをしっかり持って、それでいて、こう、かっこいいバージョンの練習に入っていくのがいいと思います。歌の確認しておいてください。じゃあ、ここからかっこいいバージョンの解説入っていきます。かっこいいバージョンはですね、コードがですね、4つ追加になります。どんどん、紹介していきます。C サスフォー、これは簡単。C を押さえといて、2弦の1フレット、ここ足す。これが C サスフォーです。簡単ですね。はい。じゃあ次、Gm7 ということ。これもね、いい響きです。押さえる場所、こことこことこの3箇所。この2個、1フレットの1弦2弦をこんな風に押さえて、ちょいと立てる。これがおすすめです。はい、いい響きなんですけど。これね、この反らないという方が中でやるんですよ。そういう方は A7、入門コードの A7 を押さえて、ピタッとこういう風に倒しておいてから、ここを押さえるっていうのもいいし、最悪これとか、これとかでもいいですよ。とにかく、こことこことここ、この3箇所を押さえて Gm7 を押さえていきましょう。はい、その次、Fm。これもよくね、かっこいいバージョンで出てくるね、難関コード。はい、押さえる場所。C の1と、こことここ。こんな風に押さえるのが教科書通りです。いい響き。ガズさんはこの部分を親指で、これどっちでも押さえやすい方でいいと思います。はい、いろいろ試してみてね、この手の角度とかもいろいろちょっと調整してみてください。あともう一個、今日キーポイントになるこの F メジャー7。これは結構いい響きです。いいですか ?3 弦と4弦の5フレット。この5フレットのところ、こんな風に押さえるのがいいと思います。1弦と2弦は押さえてないです。こことここですね。はい、弾いてみましょう。あー、切ない。これがね、もうこれ欠かせないです、この響き。で、これ5フレットなんで、ここに結構距離があるでしょ。これが結構難しいんですよ。なので、人差し指は、ちょっとあえて使わない方が、こっちに戻れる時に、ちょっとね、こういう先行利益があるというかですね、今から覚える方、この押さえ方がおすすめですということです。この F メジャー7の響きは、急にこう、キュッとほら、旋律がもう心にこう、響くんでね、おすすめです。はい。じゃあ出てくる弾き方なんですけど、今日はこの2つ、ドン。アルペジオと、8ビートのチャが半分、このリズムでいきたいと思います。この2つのリズムの解説、ここにリンク貼っておきましょう。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚なんですけど、それぞれの濃厚解説レッスン動画がすでにそっちにもうアップロードされておりますので、じっくり見てマスターしてください。まずね、前半部分は1番2番イントロから1番2番1回目のサビは全部アルペジオでいこうかなと思います。ちょっと落ち着いた感じ、ちょっとこう伸びる感じがね、たまらない、つまびく
本当こう切ない感じでつまびいてる。で、後半のサビ以降は、8ビートル茶が半分ということで、で、一番最後またアルペジオに戻る。こういうの、こう、なんつうの、抑揚をつけていきたいなというふうに思います。ですね、まあ、アルペジオっていうのは結構簡単な弾き方なんですけど、ただしやっぱりリズムキープしながら歌に心を込めて、響きのね、一音一音までこう、なんていうの、とろけるように弾くっていうのは、やっぱりちょっと練習が必要かなと思います。こんな感じ。いいでしょ？この強弱もね。なんとも言えない。A メロ行きましょう。桜井の舞う頃、私は一人、溜めて、優しく奏でる。こういうアルペジオがいいと思います。テンポもちょっとこうストレッチして、たまに遅くなったりなんかして、こう穏やかな感じを表現するのがいいと思います。で、8ビートの茶が半分なんですけど、このリズムはですね、8ビートの茶というガズレレの中でよく登場するリズムがあるんですけど、その8ビートの茶っていうのはこういうリズムです。この茶っていうのは、この茶っていう音を半分にしてます。せーの、ダンダン。サビをやってみると、せーの、めぐる君たちだけが光を見ていた、こんな感じです。ダンダダンダ、じゃもっとゆっくりですけどね。なんでこれはね、結構リズム的にはそう難しくはないんですけど、ただやっぱこれも気持ちよくてリズムが速くなりがちなんで、この曲バラードでゆったりどっしりリズムキープ、こう腰を落ち着けた感じで、弾いていきたいんで、そのリズムが速くならないように、なんつうのゆったりおっとり、これがキーポイントになるかなというふうに思います。あと F メジャー7がいっぱい出てくるんで、ちょっと焦っちゃうともリズムが乱れるっていうのはありますからね。その辺がちょっとキーポイントになるかなというふうに思います。はい、そしてこの曲なんですけど、特にこれといった決めというものもなく、シンプルに淡々にこう、それこそこう、紡ぐように、糸を紡いでいくようにこう、ゆったりと歌っていくということです。動画内に伸ばすとかそういう表現は出てくるんで、その辺を見ていただくといいと思うんですけど、あとやっぱ同じ一つのアルペジオっていう中でも、さっきやったみたいに、その中でこう、抑揚をつけていくというかね、強いところがあったり、弱いところがあったり、この、そういううねりはね、同じリズムの中でもつけていくとかっこいいかなと思います。あとは、何回も言いますけど、淡々として落ち着いたリズムの、このキープ、早くなんないように、おっとりした気分でいきましょう。はい、歌の中身、歌詞の内容、まず、この曲のタイトルも、桜色を舞う頃ですよね。桜色が舞うんだもんね。桜が舞うんじゃない。なんかその、すごくこう、ロマンティックな感じをこう頭でイメージして、春、こう、ちょっと暖かくなって、つぼみがこう、ね、膨らんで、それで散っていく、その刹那もちょっと感じながら演奏していくのがいいと思います。さあ、そんな思いも込めて、歌っていきましょう。中島美嘉さんの桜色舞う頃、ガズレレ流かっこいいバージョン、やってみる教えない。
たの。ひとところには留まれないと、そっと教えながら、私は一人、あなたへの想いを噛みしめたまま。せーの、長島美香さんの桜色マークロガゼレレレ、かっこいいバージョンやってみました。もう桜をね、こう感じる季節になったら、これしっかり歌っていけるように今から練習しておきましょう。心込めて桜を見ながら歌っていけるように練習開始。そして皆さん、最新のお知らせです。いよいよですね、ガズレレと G ラボで、このね、 G ラボっていうのはこのガズのワガママクレルとか作ってるチームなんですけど、イベント開催することになりました。やったー。日にちはですね、2022年の3月19、20、21の3日間、場所は、東京はお台場にあるデックス東京お台場ビーチで行います。軽トラでね、山盛りにしてウクレレ満載にしていきますよ。試奏したり、もし気に入れば、種類によりますけど、あのご購入いただくこともできます。ガズもね、毎日、そこに参加するんですけど、だいたい15時から17時ぐらいの間に、いるかなという感じですけど、まあそれ以外の時間もフラフラしているかもしれないんですけど、まあもちろん、あの感染対策も万全にして行っておりますので、その辺のところちょっとご了解いただいてですね、ぜひともあのお時間ある方遊びに来てください。詳細はちょっとここにリンク貼っておくんでね、ぜひご覧になってください。このガズレシピ、皆さんのスマホに入ってますか？これね、どんどん進化してるんですけど、これアプリなんですよ。ガズレレの、楽譜が見られるアプリなんですけど、この中でね、楽譜がね、いろんな楽譜が見られることになってるんですけど、1曲からでも、ワンブロックごとの、まあ、本みたいにセットで買うとすごい割安になったりします。で、今回この度ね、また40曲の新たなブロック、ボリューム7が追加になっております。ちょっとアプリもぜひ見てみてください。これめちゃくちゃ分かりやすい、アプリになってまして、楽譜がですね、簡単版とかっこいいバージョンの2バージョン記載されていたり、メトロノーム機能だとか自動スクロール機能がついていたりとか、もう本当に新世代ですから、皆さんのスマホ、タブレットでめちゃくちゃ見やすい仕様になっております。そして、この、アプリで使用している楽譜がなんと、本当の本にもなっております。リアルな本ですよ。これはガズレレが出版している本でございまして、この後紹介するリットミュージックの本とはちょっと違うやつで、こっちはかっこいいバージョンのね、さっきも言ったけど、このガズレシピっていうのは簡単版とかっこいいバージョンの両方の表記があるというところがちょっと特徴的でございます。これはですね、もう大絶賛 Amazon でご購入いただけるような状態になってますので、ちょっと Amazon 内でガズレシピと検索してみてください。そしてガズレレではですね、日本の最大の楽譜出版会社リットミュージック社さんより、こういうね、楽譜、簡単楽譜の、出版をしております。今4冊出てるんですけど、これがものすごいベストセラーになってまして、ありがとうございます。この4冊で累計16万部を超える、すごくヒット商品になってるんですけど、やっぱり簡単でとにかくわかりやすいっていうのが特徴です。この本はですね、もう大型書店さんとか楽器店さん、もちろんインターネット書店さん、Amazon とか楽天ブックスさんとかもう置いてあります。これは本当におすすめですね。初心者さんは、まずはこれを、ゲットして練習していただくのがいいと思います。その他にガズレレではいろんなグッズもリリースしてます。このストラップとかキャップはハニーさんのハンドメイドだったり、これについてる水引きなんですけど、これ私の両親が水引き歴も50年以上の大ベテランが作って手作りものだとか、まあいろいろそういうこともあったりとか、まあこのガズレレのホームページ見ていただくと大体のことわかると思うんですけど、とにかくいろんなことやっております。このウクレレもね、毎月後半にね、予約注文とか受け付けて、またそれもね、YouTube でもアナウンスしてますけど、とにかく山盛りガズレレのホームページをご覧になってください。さあ皆さん、楽しく音楽やっていきましょう。音楽って聞くのもいいけど、やる方がもっと最高。ガズレレ YouTube チャンネルと、最近ではね、鍵盤楽器、ピアノでもガズレレのやり方でやったらものすごく面白いよっていうね、ガズピアノという、YouTube チャンネルも始めてます。こっちもめちゃくちゃ簡単でめっちゃ面白いんで、これもね、ガズピアノぜひ、探してみてください。楽しく音楽やろう。それじゃあ皆さん、さよなら。